まずはシステムサービス事業に関する説明を開始させていただきます。本日の説明者、ご紹介申し上げます。執行役副社長、システムサービスビジネス統括責任者、兼社会イノベーション事業統括責任者、塩塚圭一でございます。では、塩塚さん、お願いいたします。おははよううごござざいいいままままます塩塚ですすすで本日日集まりりたただきましてありがと頃からですね 私どものいろんな広報活動、ご理解いただきまして、誠にありがとうございます。今日は今、スライドにあります、システムサービス事業戦略、グローバルにデジタルソリューションを拡大というテーマでご説明、お話申し上げたいと思います。その前に、まずですね、先ほど社長の東原も申し上げましたけれども、この2年間、日立は全社の 事業体制をビジネスユニット体制を導入するいろいろな、いろいろな機構改革をしてまいりました、えー。少し分かりづらくなっているかもしれませんので、私が担当しております、えー、事業範囲をご説明申し上げてから本題に入りたいと思います。えー、このスライドにありますように、人たちはこの4月から大きくですね、全社を4つの事業分野、 まあ、クラスターとかグループと言ってますが、あこういうふうに分けまして、それぞれをです、ね、4人の副社長が担当するという,うにしました。私はブルーで示しております、金融ビジネスユニット、それから社会ビジネスユニット、それからサービスプラットフォームビジネスユニット、そしてヘルスケア、ディフェンスという各 BU を担当しております、えー。さて、早速本題に入ります。 えまずは2021中期経営計画の進捗状況のご説明を差し上げます。2年前、ただ2年前私はこの壇上でですね、情報通信セグメントのご説明をいたしました。本日もいろんな業績数値に関しましては皆様のご理解を得やすいように旧来の情報通信セグメントの ご報告を申し上げますこのスライドをご覧くださいこのスライドは2015からの業績推移を示しております2015年の後半から直近の3か年間はとにかく収益性を上げ営業利益を稼ぎ出し手元のキャッシュを厚くしたいということに徹底的に取り組んでまいりましたその結果 このグラフにありますように、2015年6.7%だった調整後営業利益率を2016、17と2年間で2.7%引き上げました。そして昨年度9.4%にすることができたわけです。eBIT も同じように上げてまいりました。これは事業ポートフォリオを変革し、経営基盤を強化したことで、 事業のリスクをマネージしながら、きちっとリターンにつな、ね、げることができる筋肉質の事業体になったと実感しております。二千十八年度の売上収益はの見通しですが、約二兆円と横ばいと見ています。営業利益率は九点七パーセントを目指し、もうすぐそこまで来ている営業利益率。二桁。十パーセントを目指して、事業運営に当たりたいと思っております。 では、この2年間、ちょっと何をこの筋肉質にするために何をやってきたか、大きく2つの施策を掲げてやってきました。1つは事業ポートフォリオの変革と、ロスコスト削減センサー性の向上でございます。この2つの施策について、少しご説明申し上げます。まず1つ目の施策であります、事業ポートフォリオの変革でございますが、このスライドをご覧ください。事業構造改革の取り組みとして ソリューションサービス事業中心の事業体に変革するために、さまざまな強化施策や転換施策を行い、とにかくポートフォリオ、事業のポートフォリオを変えてまいりました。具体的には、数字示していませんが、この3年間で約2500億のです、ね、事業を遠ざけました。収益を、ただ収益をどっと落ち込ませることなくですね、 2兆円規模を維持し、営業利益率を着実に伸ばしてきたことになります。今の中期経営計画3か年間では、売上だけ収益をこう見るだけではです、ね、大きく伸びていませんが、マーケットの変化に合わせて、事業の中身はこの2、3年で,です、ね、大きく変えて、がらっと変えてきました。えー 策少しスライド見ていただきたいんですが、強化策では、ペンタフォの買収や、まあ、オキシアから始まったんですが、こういった IT サービスの会社を買収しながら、新たな事業リソースを獲得したり、他社とのアライアンスです、えー、やグループ会社の統合によってです、ね、新会社を設立したりなどを進めました。一方、主にハードウェア事業分野は、まあ、かなり見直しました。 スライドにありますように、事業所の閉鎖なども進めてまいりました。私たちが置かれているというか、情報通信事業の事業環境は、毎日毎日変わってきておりますので、事業構造改革に終わりはないと思っています。しかし、この2、3年で一定の、一定の目処、ね、がついた、次の成長に向けて、準備が整ったと思っております。 もう一つの施策であります、ロスコスト削減、生産性向上でございますが、えー、横軸に書いてますように、下からプロジェクト管理の徹底とです、ね、デジタル技術を活用した生産性の向上、それから働き方改革による生産性の向上、これにですね、物色に取り組んでまいりました。特に最近は AI や RPA、こういったテク,ノロジーテクノロジーを使ってですね、えー まあ、生産性を上げること、それからサテライトオフィスをアクセスのいい都内、あるいは周辺にです、ね、あるいは住まいに近いところに40箇所も設置して、ワークスタイルの変革を通してです、ね、生産性向上にもつなげてまいっております。このの大きななつの経営基盤を強化しながらです、ね、2017年度は 成長路線への転換ということをより意識しながら事業運営に当たってまいりました成長路線をの転換を支える上で最も大きな役割を果たしているのが弊社の IoT プラットフォームルマーダ先ほど社長が言ったようにルマーダでございます2016年の5月にローンチしましたルマーダジョニーに当社がこれまで培ってきました o t け i t の 知見を結集させ、ユースケース化することで、お客様に素早く、素早くソリューションをお届けし、お客様自身の事業のデジタルトランスフォーメーションのを支える、あるいはお手伝いをする、こういうビジネスを展開してまいりました。2017年度は、このルマードの成長を加速するべく、大きく3つ取り組みました。スライドをご覧ください1つ目が デジタルソリューションのグローバル体制、グローバル提供体制の構築です。昨年の9月に日立バンターラを設立し、今年の4月にはですね、日立グローバルデジタルホールディングスを発足させました。これは、グローバルにソリューションをデリバリーするための体制整備の一環であります。また、最近はファナックさん、プリファードネットワークさんとの合弁会社を設立したり、 昨日ですが、昨日昨日、発表しました KDDI さんとのグローバルでの IoT 協業など、狙いはオープンなエコシステムの推進でございます。これでパートナリング、パートナーさんとの競争を進めていこうという動きでございます。2つ目でございますが、各ビジネスユニットのデジタルビジネスを支えるように、グローバルで共通に利用できる。 ルマーダのユースケースやソリューション、コアの整備を進めました。ルマーダあのユースケースはこの1年で倍以上のです、ね、500以上、直近では550まで来ていますが、ここまで整備しました、整備しました。それからユースケースは2018最終年度には100種類を超えるように今、研究開発しても進めております。今後もですね、 2016、17、18とこの3年間でルマーダ関連投資1000億を予定して進めております。三つ目は AI やセキュリティの最先端のデジタル技術に技術こういったものを持ち合わせた人材の獲得とまあ育成強化であります。ものすごいスピードで変化している我々の この事業環境に合わせ、人材の厚みを増す、人材を厚くする、こういった活動は欠かせません。こういった動きを通して、ですね、直近の発表した事例を今スライドに載せております。金融分野、骨分野、流通分野、それぞれお客様の名前書いていますが、これ以外にも数多くのお客様やパートナーとの競争に、 よっってていろんなプロジェクトを立ち上がっております、えー、おかげさまで、ー田事業も順調に拡大しておりまして、この勢いを今年度2018も継続し、なんとしてでもですね、2018当初から掲げております目標を達成したいと思っております。えー、さて、これから先ほど社長も申しましたけど、次の 次の中継201、2021ですね中継に向けた今後の事業方針のまアブストラクトをご説明申し上げたいと思います2018年度なんですがこれまで説明してきたとおり今の中期経営計画を完遂するためこれまで2年間このスライドの左端にありますように経営基盤の強化それから成長路線の転換に取り組んできました今年度は この2018中継の最終年度です。中継の各目標数値を達成することはもちろんですが、一番上に書いてますように、次なるステージへのステップアップの年と位置づけ、なんとしてもですね、次期2018中継の形をの,をの準備に入りたいと思っています。そのためには、政府が提唱しております、国内では政府が提唱しております、ソサエティ5.0に向けたデジタルソリューションで、 社会イノベーション事業をさらに加速させるとともに、事業をより強化するために、スライドには書いていませんが、買収や資本提携といった幅広い選択肢も視野に入れて、とにかくグローバルでさらなる成長をしていく必要があると考えています。そこで 我々システムサービス事業門として具体的な目標を定めました。それは、我々がグローバルトップクラスとして定義している、えー、このスライドの右上ご覧ください、調整後営業利益率10%超、それから年平均の成長率5%超を2021年度までに達成するということでございます。 システムサービス事業部門としてはこれまで営業利益率の向上にこだわって取り組んできましたその結果目に見えてその成果は上がってきていると感じていますが一方で世界に目を向けてみれば利益率成長率ともまだまだ十分とは言えません2021年までにグローバルトップクラスの視点ベンダーになるためには現在の収益性を 維持向上させるだけではなく私は売上収益特に海外の売上高を大きく伸ばしていく必要があると考えています、えー、私は2021年にはシテムアンドサービス事業の中の海外の売上高を1兆円規模まで持ち上げたいそしてこのスライドの右上のこのポジションに何としてでもたどり着きたいと思っています ではどう,やってどうやっていくんだ、その時の武器は何だと、あるいはど,どうマネージしていくんだということをです、ね、この後のスライドで少しご説明しま,すまず武器でございますが、それはもう繰り返し申し上げていますが、長年培ってきております運用、制御の技術、OT、それから AI などの最先端のデジタル技術の IT。 それからサーバーストレージなどの高性能のプロダクトをルマーダ基盤上に組み上げソリューション化しスピーディーにマーケットに誰よりも早く先ほど申しましたユースケースやソリューション化を使いながらお客様に提供していきたいと。こののスライドににありますように電力エネルギー他の えー、事業分野でございますが、電力エネルギーや鉄道などのアーバン、それから産業などの各部門が今、社会イノベーション事業を一生懸命進めています。我々、一番このスライドの下のです、ね、システムサービス部門が支え、リードしていくことで、全体、日立全体のビジネスが拡大していくと考えております。そこで早速着手したのが、グローバルに事業展開できる。 まあそういういことを加速させるための体制整備であります我々システムサービスの部門が、このスライドの下の方です、グローバルでもですね、全社をけん引するエンジンになるべく、本年の4月にですね、日立グローバルデジタルホールディングスを発足させました。日立バンタラ、日立コンサルティング、それぞれの会社を傘下に置き、 両者の連携を一層強化しながらですね、させ、デジタル化が先行する、うん、上のスライドにちょっと漫画つけてますがあ、金融製造、あるいは鉄道などのマーケットで、ルマーダを活用したグローバルでのデジタルビジネスをリードしていきたい、支えていきたいというふうに思っております。その時にですね、じゃあ何が必要か、この図でございますが。 やはり海外でのですねデリバリー力です当社には IT×OT、OT×IT OT プロダクトといったノウハウ強みがありますが一方お客様に付加価値の高いソリューションをお届けするためのデリバリー力が十分ではないと認識しておりますこの課題に対しまして買収や資本提携による事業リソースの獲得によって当社のノウハウ強み ここれををを掛け合わせシナジーを発揮していくことを考えていいくと考えます。まずこのスライドにありますように、北米とアジアを重点地域として約、約これは腹積もりですが、な、まあ、何としても100人規模、あごめんなさい、100、900で1万人規模です、1万人規模の人造強を計画しております。この海外での事業リソース獲得のために、大きな投資も辞さないと。 あるいは、まあ、そういう覚悟でですね、今、プランニングしておるところであります。す、え、で、ー、にグローバル向けのソリューション事業として、もう走り始めております、えー。このスライドは左右に2つ書いています。スマートマネーアクシャリングは、当社のオミカ事業所、先ほど社長もちょっと言ってましたけど、生産価格のソリューションをベースにサプライチェーン全体の最適化をするものです。メンテナンス・リペアは、産業機械の故障予知検知、いや、最適な修理作業。 こういったものを自動提案するものでありまして当社,のグループが当社のグループ会社になりましたサルウェアでもう実証を始めております次のスライド、えー、他にはスマートモビリティそれから人々のクオリティオブライフを向上させるスマートソサイティの事業を展開していますこうい,ったこういった顧客競争により生み出されたデジタルソリューションを今後今後 強化していくデリバリーリソースでマーケットへどんどん素早くお届けしていきたいと考えています。えー、最後になりますが、我々システムアンドサービス部門はルマーダ事業ルマーダを事業の中核とするデジタルセントリックな事業体としてデジタルの力をおまあ最大化し 全社の社会イノベーション事業を牽引してまいります、そして日本政府や先ほど SDGs の, SD の話もありましたけれども、こういったものの実現に貢献し、そして世界中の人々が安心安全、快適な暮らしができる、これを支える、ずっと支えていける会社になっていきたいというふうに強く思っています。そして 私自身の次の20日中継のゴールでございますが、スライドに示しております、この、えー、っと一番下のところに書いてますが、このデジタルセントリックな事業体の売上収益を3兆円、それからこの中のルマーダコアを含むデジタルソリューションの売上高を30%以上、それから 収益ですが、3000億以上のですね、営業利益を達成することが私自身のゴールに置こうと考えています。これをキャッチフレーズ的に言えば、言えば3兆円、30％、3000億兆、トリプルスリー作戦でいきたいと思っています。今後のシステムサービス事業部門を注視していただくとと,ともに、オール人たち、オール人たちの動きを。 ぜひご期待いただきたいと思います、えー、少し途中早口になりましたけど以上で私からのご説明を終わりますどうもありがとうございましたそれでは質疑応答に移らさせていただきます、えー、ご質問に際しましては係、えー、の者がマイクをお持ちいたします、えー、まずはお名前と会社名を頂戴した上でご質問をいただきたいと思いますではご質問のある方いらっしゃいますでしょうかえー、っとそれでは通路側の一番前の方お願いします あのメリ,ルリンチのの平川と申しますあの力強い目標をいただき、大変感銘を受けているわけですけれども、あの特にその2つ質問があります、はい、1>, 1つ目は海外のところです、はい、で海外の,その売り上げを伸ばすということであるんですけれども、その海外の売上を伸ばすというと、収益性がついてくるかどうかというのが、やはり多くの例であの懸念されることであるわけですけれども、現状での,その海外の収益性というのが、国内と比べてどうなっているのか。 あとそのまあ3年後になってまあ2021年のその3年間を見たときにその海外の収益性というのはどう変わっていくのかというところについて教えていただきたいのが一点目です、はい、じゃあ1問ずつよろしいですかあ,、はい、ありがとうございますご質問ありがとうございます、えー、海外の売上を伸ばしていくときに今2017の現時点の営業利益率から見て海外はどうなってんだと利益率ですね今ですね それから2 0 2 1年にかけても同じように、えー、私の説明では海外の SS はシステムサービスものとして1兆円目指したいと思っています。スライドの最初のほうにありましたように、昨年の実績がですね、えー、以前の開示しております情報通信セグメントとして9.4%まで来ています。ざくっと申しまして、現時点の我々海外の利益率は5%程度。 から6%の間で、ありますでこれをベースに、次の中継に海外売上を1兆円伸ばしながら収益性をどうするかということだと思うんですけども、うん、正直申しまして、エンジンとブレーキ、コアと投資が必要なんです。これをバランスよくです、ね、やっていく必要があるんで、やっぱりキーは N 倍化する、横展開できる。 あり得に申しまして、コスト力があるソリューションコア、ユースケースをやっぱりど真ん中に置く必要があると思っています。非常に難しいハンドリングなんですけれども、私のまあゴールであります、次のグローバルのリーダークラスに行くためには、この2つを同時にやっていこうと思っています。が現時点ののののの海外の売上高この2兆円の中の 海外売上高比率がです、ね、約30%から40%なんですね、これを伸ばしていく必要があると、えー、っとかなりこう難しいハンドリングなんですが、いかにしてスケール、N 倍化してやっていくか、これが収益性の担保だと思っています。 ありがとうございました。2二つ目なは N バイカーのところにもかかってくるわけですけれども、そのルマーダの件数、えーまあ、去年が200件で、今年がまが足元550まで来ているというところで、はい、おそらくこの調子でいくと、そのまあルマーダコアが、えー、9000億までいくという中では、さらにこうあのユースケースを積み上げていく必要があるというところで、あのイメージとしては、もう来年ではおそらく1000件ぐらいまで積み上がるようなイメージを持っていいのか、そあとそのときに、そのえー 人材ボトルネックとなり得ると思うんですけれども、あの、そこのところについて、どのようなこう施策担保をしているのかというところについて、お知りいただきたい。以上が、以上でございます。はい、ありがとうございます。えっと、説明の途中で、五百五十件近くまで来ているということで。これは、あくまで社内目標なんですが、今年度中にですね。宣言は見通したいんですね。で、えっと、かなり投資もいります。そういう意味で。 この16、17、18とルマーダを中心に置いたデジタルソリューション関係で1000億の投資というのは以前も申し上げました、これをやりながら、何としても武器となるコアですね、ソリューションコア、これを100まで届かせれば、いろんな今、お引き合いが来てまして、途中、少し説明省きましたけど、えー、私どものスマートファクトリーのモデルでよくご案内します、大三川事業所。 これが横軸のシスステムドサービのの中に入ったんですね。今日の数字はそれ入ってませんけれども、それにお邪魔して、お客様が去年だけで300社来られたんですね、グローバル含めて。そういうことを考えますと、物は順番に作っていきます、武器は。ところがご指摘のデリバリーする、私が社内でよく使っております、お届け係と申してますけれども、これがやっぱり足らないんです。 で一生懸命こう自分の身の内の中で、えー、今 SSB にいる数万人の人たちのスキルセットをそっち変えていってますが足りませんですから全部を一品にできないんで北米とアジアをまず注力してそこに1万人規模のです、ね、力をつけてやりたいそうすると少しずつ前に進むと思っていますでそれが SSB の売上高収益というトップラインを上げることだけではなくてですね 各クラスターっていうんですかグループ各ビジネスユニットさんの売上も支えられるというふうに思っています。かそれその他ご質問ございますでしょうか。ではこちらの窓側の列の前から二列目の方お願いします。東海東京調査センターのあの石野と申します。まずちょっと一点目は稚拙なお願いをしたいと思うんですけども。 ワークスタイルを変えましょうということでまあ非常にポジティブな <laughs> 働き方改革だと思うんですけどもえぜひあの w i f i の環境をですねえこの場所にもですね持ってきていただいてですね <laughs> ルマーダという非常に難しい前にですねえ w i f i 環境をですねぜひ日立グループのどこでもすべてにおいてですねえまず、その アナリスト、あるいはその投資家さんにそういう環境をですね、まあ、さ,つさらにその劇的な IR の,その提供の仕方がこたが、これがルマードなんだという,ふうなことをぜひお願いできれば大変うれしく存じます。それから第2点、まあ、本論なんですけれども、先ほど、まあ、トリプル3戦略というお話をいただいたんですけれども、今回、具体的にこの数字については記載がないんですね。これっていうのは 副社長の腹積もりなのか具体的に時間軸がある程度決まっていて、まあこれをしていくのかその辺の動きについてまあ売上げ三兆三十パーセント三千億の中身を少しもしいただけるものであればブレイクダウンをいただければありがたいと思いますよろしくお願いします。はいえありがとうございます冒頭のご指摘アドバイスありがとうございますえ今後ですねこういった場での環境 ネットワーク環境あるいはおっしゃったような、うん、まあ、インフラですね、こういうの、事務局になり変わりまして、大変ありがとうございます。2点目でございます。えー、説明の途中で、実は正直申し上げて、次の中継の議論は、この夏以降、全社で始まります。そういう意味で、とにかくグローバルトップのあの領域へ行くために、私の思いっていうことでお話しさせてあげました。 年率6%ぐらいずつで、一昨日の西山のコメントにもありましたけど、ルマーダの関連事業は年率6%以上で伸びていってます、これも2018は何としても達成するんですが、その後ですね、大きな意味のデジタルセントリックな事業体でどこに目標を置くかということで、大変申し訳ないですけど、現時点では私の。 私のゴールでこれを秋以降の秋のですね、えー、次の中継の議論のインプットにしたいと思っています、えー、そのためにどうやっていくかというかなり具体的な施策に落としながら3年間の絵姿を描きたいと思っています、えー、ただしやっぱり今日冒頭社長の東原がご挨拶申し上げたようにオール日立として全社として10%を の営業利益を叩き出せる会社になるためには、このデジタルセントリックな事業体で、このトリプル3は必要だと私は思っていますそういう意味で少し具体論になってませんが、秋口の議論を踏まえた。私どもの時期の中継をこうご期待いただきたいと。えー、すいません。答えになってません。で、あの細かくちょっと申し上げられなくて申し訳ありません。あくまであの？ 副社長の思いであって、日立グループの現時点の目標ではないということで、はい、確認させていただいてよろしいでしょううか、はいはい、ありがとうございますえとそろそろ予定の時間となりますので、最後にあと1問だけお受けしたいと思いますが、では、中央の列の前から3列目の方、お願いします。 ありがとうございます。あの SMBC 日興証券吉住と申します。はい、あのでは一点だけお願いいたします。あの先ほどまあ OTIT プロダクトというところで、まあ、それをあのまあ武器に海外展開されていくということなんですけれども、あのコスト面ですね。あのまあ。 N 倍化させるというところではやっぱり最終的にスケールさせていく中ではリーズナブルな値段でというところが大事になってくると思うんですけどもデリバリーの体制は整えていくというお話をいただいたんですけども一方でそのルマーラコアとして開発したものについては横展開していくと思うんですが展開していく中でもデリバリーであったり結局人手がかかって1個ずつ マニュアルでやっていかないといけない部分も出てくると思います。まあ、最終的にあのコストでですね、あの競争力を出せるような施策とかあの取り組みとかっていうのがもしあればご紹介いただけないでしょうか。あ,ありがとうございます。えー、っとまさしく私がいつも考えているキーポイントのところでございます。えー、過去情報通信事業の中で私自身は S.E 出身なんですが、何かをソフトウェアを手組で開発するといった瞬間に。 コストは上がりますソリューションコアとユースケースを数多くしているのはちょっと例えば適切じゃないかもしれませんがそれぞれのお客様に既製品の背広を持っていたときにどうしてもカスタマイズ体に合わせる格好にしないといけませんユースケースが100よりも200500よりも1000というふうにメニューを揃えることでソフトウェアを手組みでくる分がガッと減りますでその中の中武器も ソリューションコアと言っていますが30から50今年度には100投資が必要なんですがこれを用意することお客様がデジタルトランスフォーメーションをしたいことにいかにミートさせるかが勝負だと思ってますその意味でいろんなソリューションコアを作るしユースケースも積み上げたいと思ってますただし冒頭の質問にあったようにそれをお届けしないといけないですねでそれが 我々が情報通信、以前開示しております、情報通信グループとしていや、グローバルワイドで7万7千人ぐらいの人間がいますが、これも開示していると思うんですが、ここだけじゃ足らないんですね。それをやっていくために、いかに、いかにルマーダ基盤上にいろんなお客様にミートするソリューション化とユースケースを作り上げられるか、それと、あと、何回も繰り返していますが、スピードです。 スピードを速くする、お客様への適用のいわゆる社内用語でう工程ですね、これを短くするということの勝負だと思います、えーと。一つの回答というか正解はなくて、それをざーっと繰り返すことだと思っています。これが情報通信の中で社会イノベーション事業を支える横軸のサービスプラットフォームの使命であり、ミッションであります。ありがとうございます一点だけ補足で年年の18年の,あの 累計の開発額が1000億ということなんですけれども、16年度、17年度でどれぐらい使ってたんで私の手元にあるのはです、ね、約300億ずつ使ってきました、2年間で、で300ちょっとだったと思うんですけれどこれを、まあそう、そういう勢いで、今年度若干多くなりかもしれませんが、た、ま、い、あ、1000億ということで、えーとえ来、次の中継のための準備なんで、今年度は少し厚くするかもしれません。 それを大至急やりたいと思います。ありがとうございます。よろしいでしょうか。では、これをもちまして、システムサービス事業のセッションを終了いたします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。